手ぬぐいは日本文化の中でとても重要な位置を占めています。侍や大名、将軍などが16世紀頃から取り入れていました。100年以上経った今日でも素晴らしい手ぬぐいを作る伝統は伝わっています。日本の職人の技が美しさと喜びを伝えます。はい、